お久しぶりですえー、っとね今日はリクエストがあったんですけどこの突きつき包帯を弓に巻く方法っていうのを取りたいと思います別に何も難しいことないし普通に巻いちゃえばいいかなって気もするんですけどまあ一応ねやっとこうかなと思います突きつき包帯って何どういう原理か知らないけど勝手になんかお互いがくっつくんですよねなんだろう マジックテープ的なゲニラなんかわかんないんですけどのりとかついてないから弓はベタベタにならないんですで長さはえーとね持った感じがふわっとしてほしい人は長めの方がいいしそんなもんちょっと保護したいって人は短めぐらいでいいと思います私いつも適当にやっちゃってるからこんなもん私こんなもんかもしんないでふわっとしたい人はその。 緩めに巻いていくといか、すんごい切れないのこのハサミ、すごいな。ギネスに乗るぐらい切れない。そう、そうんはあ。切れた。<laughs> 切れたけど口。<laughs> よく切れるハサミのがいいですね。はい、これはケースは使えるので、こうやってまたほっといてもらって、じゃあ巻いていくんですけど、手元をつした方がいいか。に、ね。 でじゃあ巻いていきたいと思いますけど別に特別なことはなくて普段貼った状態にしておいてで巻いていくことの方が多いかな緩めた状態で巻いたらどうなったかとかそれもやったことないんでわかんないですけどまあ別にどっちでもいいと思います半時計回りだろうが時計回りだろうが何にも変わんないよねって気もするのでなんとなく私はこっちから巻いてるってだけいやいつも毎回違うかもしれない それで一周巻けたよしそしたら私はちょっときつめが好きなので引っ張りながらよいしょ引っ張りながらちょっと長すぎたかもなこんなに巻かなくてもよかったか引っ張りながら待つ ととと割親指がが当たたるの感感触がカチッとした感じになって私は好きですよこんな感じましたで親指がこう当たるところが保護されてまあここがね惚れてっちゃうのを防げるっていうあとはなんだ黒炭も減らないし木の部分も減らないっていうしかも滑らないっていういいことづくめですおすすめ。 こんな感じでしたあんまきれいに巻けなかったけどもで汚れたら取り替えるしあんま長くやってるとなんか雑巾みたいに黒くてベタベタしてくるからそうなったら取り替えてあげますこんな感じで巻いてみましたいいよねなんか大して参考にもなんなくてすいませんって感じだけどこんな感じにしてます本当はねてんちゃんも一緒に参加してほしかったんだけどてんちゃんは今ラブラブ機に入っててちょっとでもこう女の子なんですけど ちょっとでもこうなんか「好きだよ」オーラを出しちゃうと向こうもそれに応えてくれて卵を産んじゃったりすると困るので今ね2歳半かなぐらいなんだけどもう十分卵は産んでもおかしくない年齢だから最新の注意を払ってちょっと今日,今日はお留守番カゴの中で待たせてます。ちょっとチェロトークじゃなくて文鳥トークだけどこんなのを買ったんですよ。 文鳥の秘密っていうねえっ、ー、と海老沢先生っていう横浜の方の小鳥の病院の先生院長だった小鳥の病院院長の本なんですけど本当に今までにないいろいろな文鳥の本読ん本っていうか飼育本読んだんだけどこれ全然飼育本じゃなくてなんだろうそのまたさらに上をいく逆に言うと じゃあこういう時どうういどししましょうねみたいな卵を詰まり起こしししちゃったたらここうしましょうまょねみたいなことは一切書いてなくて本当にすごくていいのかなこういうの YouTube 載せていいといいいいといいなでもほん文章好きだったらこれもう,ちょっと買,う買うの迷ったんだけど、まあ、ど,どうせ同じような飼育くもんだろうなと思ったんだけど本屋さんで見つけてと思って買ってしまったんですよ。そう心の秘密とかねあと個人的にすごい勉強になるなと思ったのが。 えとペレットの一覧っていうのが何ページにもわたってあってそうで今シードに変えてる小鳥さんも増えてると思うんだけどうちのてんちゃんも去年ぐらいに結構頑張って変えてそれからめっちゃ体調がいい感じだしあと吐いたりもしなくなったから <laughs> うんあのいいと思いますでこれ参考にいろんな種類あるからこれ参考にして買ってあげたらいいかなと思うのでシー,シードからね あのペレットに変えるのめっちゃ大変だったもんかわいそうだったあとねどこだったかなあったあったこれ発情の秘密っていうのはちょっともう著作権とかあると思うからあんまり見せらんないんだけど発情しやすくしないためのどうして発情しちゃうかみたいなのも女の子にとってねあの女の子だってメスの文鳥さんにとってあこういうことしちゃいけないんだっていうのがすっごい勉強になったので。 文帳を買ってる人はゲねえねあちこちに載ってるその写真が「花房堂」って行ったこと行きたいんだけど行ったことないんだけど「花房堂」っていう文帳のカフェみたいなところの子たちが載ってるからその花房堂行ったことある人たちとかも「あの子だ!」ってなんのかなとか思ったりしても「ぜひぜひぜひ買ってあげて」チェロの話じゃなくて文帳の話になっちゃってあれなんだけどそんな感じで。 えと滞っちゃっててる動画も <laughs> 上げてきますちょっといろいろここんとこ忙しくてすいませんでした。撮ってきますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。ではでは。